月が見えてきたよ。ラブよ。今夜も。僕たちは3月11日を忘れない。2011年3月11日金曜日午後2時46分、マグニチュード 9.0、 最大震度7、三陸沖を震源とする東日本大震災が発生。東北を中心とした東日本に甚大な被害が発生。平和だった日常が失われたあの瞬間。日本には緊急消防援助隊というシステムがあります。地震などの大規模特殊災害発生時における人命救助活動などを効果的かつ迅速に実施する消防の援助体制です。2011年3月11日、日本政府は地震発生直後から主な被災県である岩手県、宮城県、福島県の3県に向けて、これら被災県以外の44都道府県の緊急消防援助隊の出動を指示。平成7年阪神淡路大震災の教訓を踏まえて発足した緊急消防援助隊、この時が初めての出動となりました。この緊急消防援助隊の中には、私たちの地元である相模原、町田、相川の消防隊員もいます。当時被災地に向かった消防隊員、彼らを通してあの日あの時東北では何が起きていたのか。2011年3月11日、あの時、相模原消防署警備課本署、河内一郎さん、相模原消防局第一派遣救助隊として被災地に向かった一人です。どちら、はい、相模原市消防局相模原消防署の高度救助隊の隊長をやっておりました。あ、高度救助隊ですか。はい、はやぶさです。そうですね、ですよね。その約1ヶ月後ですか、はい、にはやぶさという名前に変わったんですけど、その前身のところでした。はい、ちょっと説明しますと、高度救助隊ってどんなお仕事ですか。はい、救助隊には3つの、はい、まあ、ランクというか格付けがあります。はい、一般の救助隊、はい、そして高度救助隊、うん、そして特別高度救助隊という3つの種類がありまして、はい、このうちの高度救助隊は一般の救助もやるし、震災対応をやるという位置づけになっております。なるほど。はい、ということはもう、あの3月11日は、はい、もう川内さんたちの舞台が、はい、ということになります。そうですね、はいはい、その7年前の3月11日は川内さんは何をされていたんですか。はい、その日は非番で家にいたんですけれども、まあ、地震がありまして揺れがすごくて、揺れの内容からこれは遠いところだな、でもこんだけ揺れたということで、かなり大規模な地震だということで参集いたしました。すぐにその揺れで分かるんですか、遠いとか近いとか。はい、そうです、尖った揺れではない、ガタガタガタというわけではなく、ふわーっとした長期振動的な揺れだったので、あ、これは遠いところだなというのは直感でありました。はい、まあ、揺れてからすぐですか、もうこちらに。はい、揺れが約3分間ぐらい続いてたんですかね、それが終わりましてすぐに、まあ、私家で一人だったので、そのまますぐにこちらの方に参照しました。その時のこれ相模原消防局の雰囲気っていうのはどんな感じなんですか。はい、市内でもやはり若干の被害がありました。エレベーターが止まってしまったとか、タンスが倒れたとか、屋根の一部はちょっと倒壊したとかというのがありまして、出る隊員の人もいれば、これから大掛かりな緊急消防援助隊としての応援に行くというのもありまして、その準備とかでもうてんやわんやという形でした。はい、ということは川内さんは、まあ、非番お休みでしたけど、はい、消防局の方に来られて、はい、応援する部隊というのは基本、はい、その時止まっている仕事している部隊が行くという形でしたので、私はその行かせるための資機材の準備とか、情報収集、そのようなことをやってました。はい、ということは川内さんは
行かなくていい人ってなんですよね、はい、当初そのつもりでいたんですが、 そのつもりなんですよね、はい、その時、当番しているタイの救助隊、高度救助隊の隊長が長期研修で不在で、行かせるにあたり体調不在はまずいだろうということで、急遽河内お前も行けということで、はい、編成に組まれました。東京消防庁町田消防署ポンプ隊勤務の山部和夫さん。山部さんもまた被災地に向かった消防隊員の一人です。その時は日本部のハイパーレスキューって言った方が分かりやすいですかね、機動部隊、はい、消防救助機動部隊というところに所属していまして、はい、その場合は 本拠地というか場所はどちら？大田区の京浜島です。あ、じゃあもう都内の方なんですね、はい、で3月11日のその発災の時とかは山部さんは何をされてました？当日ちょうど勤務日で仕事をしてまして、朝、普段通りの業務をしてましたら強い揺れを感じて、うん、まあ、ちょっと外に出てたんですけど、すぐ庁舎っていうか、あの大社って言ってるんですけど、うん、そこハイパーレスキューの、うん、基地があるんですけど、そこに戻って、すぐ情報収集しまして、3月11日午後3時14分災害対策基本法に基づき、この法律制定以来初めての緊急災害対策本部が設置され、第1回の対策本部会議では災害応急対策に関する基本方針が決定。被害の甚大さから3月11日午後3時40分には平成15年の災害対策基本法法制化以降初めて消防庁長官から緊急消防援助隊の出動を指示、河内さんや山部さんにも出動の命令が下ります。はい、その時相模原消防局からはどのくらいの方が、はい、その時は高度救助隊1隊、はい、消防隊およびこの2隊を支援する後方支援隊という隊で3隊17名で17名、はい、出動しました。で、まあ、相模原でちょっと編成が始まって、はい、まあ、相模原だけで被災地に行くということではないんですか？ないんですね、はい、まず相模原隊3隊と神奈川県隊という中に入ります。はい、ですので神奈川県隊としてまず川崎市消防局の訓練場に一旦全部、神奈川県の市町村の消防部隊が集まりました。結構な人数ですよね。そうですね、はい、集合したのはどのくらいの時間なんですか？はい、相模原市を出たのが夜7時、はい、で着いたのが23時。おお、陳期が終わりかけのところですね。そうですね、はい、で全部隊が到着したのが、日をまたぐちょうど12時頃ですかね、に神奈川県隊が57隊、はい、全部集まりました。もう深夜真っ暗な中ですね。はい、そうです。はい、でそこから被災地というのに向かっていくんですか？はい、そういう形になりました。もう集まってすぐに、はい、そうですね、若干の打ち合わせ、あの横浜市が、はい、指揮隊という形になりますので、その指揮隊のもとに集まりまして、簡単なブリーフィングですか、打ち合わせをして全体で向かいました。まず被災地はどちらに行かれたんですか？はい、当初ですね、茨城県に入れ、神奈川県隊は茨城で活動しろという加盟を受けまして、東北自動車道をひたすら北に向かっていったんですが、まあ、途中で気仙沼とか岩手の方に行けとか仙台に入れ、まあ、2点3点しまして、最終的には宮城県の仙台市若林区というところで活動することになりました。はい、そういったその移動はどうやってされてたんですか？はい、高速道路を使っていったんですけれども、神奈川県隊を3つに途中分けまして、はい、あまりにも隊数が多いということで、時間がかかるということで3つに分けまして、横浜隊、川崎隊、相模原隊ということで、相模原隊には約5隊ですか、この市町村が組み込まれまして、3つに分かれて北に向かっていきました。北に、これはもう当然陸路、自動車ということですね。はい、高速とかを使うんですか？はい、使いました。その時高速道路大丈夫だったんですか？はい、もうその時にはですね、一般の車両はまず入らせてもらえないの で、ね、緊急車両だけだったんですけども、途中やはり隆起していまして、うん、通れないというか、通れるんですけれども、ちょっと時間を要するスピードを上げれないという形で向かってきました。いや、そうやって移動している間にも、いろんな被災地の情報とかも入ってきてたんですか？はい、必ずラジオはつけていきました。あ、ラジオ、はい、そこでラジオは、はい、まずその派遣するし行く行かないっていうのは上の
本部の方で決めますんで、そこから、じゃあ日本部今行ける人員で、車両を準備して行ってくれという行きなさいという指示があるので、そこからのスタートになります。あとは常にあそこの部隊って派遣を前提にしているもんですから、あの資機材ですか、自分の着替えとか、自分で用意できる必需品はいつも派遣の準備ですできるようになってる。あ、常に準備してやる。その山上さんの隊っていうのは何人ぐらい？あそこの部隊はここと普通の消防署と一緒で 1,2,3 部制で、はい、1つの部に、20人いるんです。はい、20人全員で行かれた？全員で行きました。被災地に行ってくれっていう、まあ、命令みたいなのに来て行くってこと？そうですね。はい、そのタイの大社をから被災地に向かったのっていつぐらいだったんですか？そのすぐですか？ちょっともう薄暗くなりかけた、頃ですね。また向こうの情報も錯綜してまして、どこへ行くとか行かないとか、もう広範囲に渡ってましたんで被害が。ですから、まあどこへ行き、結局気仙沼に行ったんですが、気仙沼、はい、東京の舞台は全部気仙沼に行ったんですが。気仙沼まではどうやって移動されたんですか？タイの車を選定しまして、チョイスしまして、それに分乗して、首都高と高速道路、もう首都高と高速道路はその時はもう閉鎖されてましたんで、もう全く車通ってない状況でずっと行くっていうような状況です。それは東京の部隊全員で移動ですか？東京の部隊はちょっと場所は覚えてないんですけど、サービスエリアに集合、どっかのサービスエリアに集合っていうのが命令がかかってましたんで、まあ、あのいろいろな場所から出て一つのサービスエリアに集合して、そこからまとめていくよっていう。3月12日朝、東京消防庁97隊は宮城県気仙沼に到着。気仙沼では山梨県隊25隊、神奈川県隊10隊が人命検索活動を実施。当時最初に見た気仙沼の光景で覚えてることとかありますか？もう一番の、光景はまだ燃えてたんです。はい、そうでしたね。でも煙だらけで、もう向こうも見渡せないような状況で、もう地震発生からかなりの時間経ってたんですけど、まだ燃えている状況でしたね。3月12日夕方5時、相模原市を含む神奈川県隊54隊は仙台市に到着。仙台市には神奈川県隊のほか、三重県隊31隊、島根県隊18隊、熊本県隊29隊が活動。で、小橋さんたちの部隊が高速道を降りて、はい、最初に見た光景というのは、はい、どんな光景ですか？はい、まず仙台市内なんですけども、震度7ということを聞いていたんですが、イメージと違いまして建物の倒壊とかはなかったですね。これにはびっくりしました。そしてその活動現場向かう途中の高速道路の海沿いの方を見ると、津波の後で一面流された家とか、その瓦礫ですかが集まっていたり、田んぼみたいになっているのを見て、あ、こんな現場なんだという、一言で言うと驚いた。イメージと違うというのを受けました。もう何もない状態と。そうですね、あるのは比較的丈夫な建物がちょっと点在しているだけで、はい、私は阪神淡路、はい、あちらの方にも行ったんですけれども、あの時にはやはり潰れているビルとか、うん、高速道路が倒れているとか、うん、イメージ通りだったんですけれども、今回は全く今までの私の地震像とは違う被害でした。はい、人たちは、人々はどうでした？住んでた人たちというのは。はい、ですね、すごい落ち着いているというイメージがありました。はい、私たち神奈川県隊で消防車両50何台で連ねていきます。でそこで緊急走行しているんですが、一般の方が必ず止まってくれる。で私たち神奈川県隊が通ると、そうですね、時間的には2分3分道を塞いでしまうんですね。こうでただその時にも皆さんちゃんと止まってくれて、道端にいる人は頭を下げたり拝むような形で手を組んでくれたりという形で、すごい落ち着いて私たちに、まあ期待をしてくれているというのをすごく感じました。はい、川内さんのいる神奈川県隊は宮城県若葉区で部隊を展開し、3月13日朝6時から
活動を開始します。私たちは津波で、まあ、被災した場所に行ったんですけれども、高速道路の上に、まあ、集結いたしまして、高速道路から右側は津波が止まっている何もないところ、左側は、まあ、津波で持っていかれたというか流されたところというところになります。高速道路が防波堤、そういう形になります。はい、はい、でその流されたところに向かって、皆さん徒歩で歩きながら、生存者こちらを救出しようという作戦を立てました。大体その川内さんたちがいた高速道路から海までってどのくらいの距離、はい、距離的には直線で3キロくらいでした。3キロぐらい、はい、でその3キロに、はい、ほぼ何もない状態、はい、そうです。はい、そこで生存者を探すっていうのは、はい、かなり困難な使命ですよね。はい、私はその先ほども言った阪神淡路こちらに行った時にビルが倒壊しました。でそこでの活動はまず生きている人を助ける、ね、は変な話なんですけれども、亡くなっている方は後にしようというトリアージというものをしたんですね。で今回もそのようなイメージでトリアージをかけてとにかく生きている人を救すと思ったんですけれども、津波の災害現場はビルの倒壊なんかとは違いまして、その重症の人とか挟まっている人というのはいなくて、全て流されて亡くなっている方、もしくは津波から逃げてそこの自分の建物に戻っているとか被害状況を確認しているという元気な人、この2種類しかおりませんで、ですから私たちは最初その逃げ遅れた方をと思ったんですけれども、その活動方針を切りやめまして、途中から、まあ、すぐにですね、津波で亡くなられたご遺体の収容というような仕事内容に変わりました。皆さん消防隊員さんもプロフェッショナルなんでこういう質問なんですけど、やっぱり余震とかあったんで不安はあったんじゃないですか。はいはい、かなりこれは強かったです。私はその時の救助の隊長ということで、また活動の現場が相模原中隊ということで、その相模原の他にも海老名さん、座間さん、はい、綾瀬さん、相川さんという各消防本部の方々が私たちについてくれたんですね。そこのまあリーダーということで、余震、津波、これで二次災害は絶対起こせない、皆さんを無事に返さなきゃいけないというところで、かなりこれは神経使いました。そうですよ、ね。はい、また神奈川県隊といっても日頃は同じところで活動してませんから、はい、そこでの、はい、活動、まあ、しにくさではないですが、意思の疎通とかすぐできたんですか。そうですね、難しいところがあります。当然名前も分からなければ、ね、持っている資機材も分からない、そして通信の連絡、何か離れた時に無線を使うんですけれども、その周波数が違ったりとかしますので連絡の取りようがないということで、まあ、相模原はまあ、リーダーになるだろうということで、まあ、多めに無線機とかを持ってきまして、各その部隊にお渡しして通信とか取りました。ですから、まあ、通常相模原でやっている仕事の中での意思疎通とかというところが取れなくて、やりづらさはかなり感じました。そうですね、はい、こういった質問なんですけど、生存者の方は見つけられたんですか。はい、私たち相模原隊ではなかったんですけれども、神奈川県隊としては1名、建物の中に取り残されている人を、救出しております。はい、私が活動している中である民家の庭先で、一人の20歳後半ですかね、20代後半の女性の方が1歳に満たない男の子を抱いて亡くなっていたんですね。半分砂に埋まれているんです。当然津波に飲まれてそのまま亡くなってしまったんですけれども、母親が津波に飲まれてすごく苦しかったと思うんですね、溺れて。それでもその男の子を抱いて絶対離さないでそのまま亡くなっていたんです。私が活動していていろんな、まあ、人を見たんですけれども、それを見た時母親の強さというんですかね、愛というのをすごい感じました。はい、そうですね、はい、何かやっぱり、まあ、生存者としてはお一人だけだったですけど、はい、いろんな人間ドラマっていうのはそこにはあったんですね。あったと思います。はい、山部さんのいる東京消防庁は気仙沼にて部隊を展開、到着を数から救命活動が始まります。でその山部さんたちの隊というのは最初にした活動というのはどういうところ。あの辺はお年寄りが入る施設が結構海に沿いの綺麗なところなんでしょうね、景色的に。なので海沿いにお年寄りの入る施設がたくさんあるようでして、
まあ、まだそこに取り残されている人がいるというような状況でした、情報がありましたので、まずそのお年寄りの、救出搬送、まあ、歩けない方もいらっしゃいましたし、車椅子の方もいらっしゃいましたので、その方たちをとりあえず安全な場所へ、避難誘導救助したっていう状況ですね。我々の拠点は野球場を拠点とさせてもらったんですけど、まあ、ちょっと海から離れた場所で、そこからその要人、あの救護車のところに向かっていく、はい、で、とりあえず、大きな車が入ってくれ来れるところまで搬送しまして、おんぶしたりも買い添えしたり担架だったり、でそこからはあのとりあえず大きな車が入ってくれるところからは自衛隊の大きな車なんかで、あの地元の避難所なんかには搬送してもらいました、ね、それはその12日のまあ朝方からそれを始めて、いつぐらいの期間まで、それは半日ぐらいはその作業で、ね、他の作業もやられたんですか。一番の活動は、あるお年寄りが私のところに来て、まだあのすごい燃えてるんですよ、町中全部燃えて煙も出てるんで見通しはあまり効かないんですけど、あそこにまだ誰々がいると、知り合いの方がいらっしゃるということを私言われましたんで、それをまず部隊長に伝えまして、まだなんかいるようですと、あじゃあ分かったと、であの救助隊を先遣で出そうと、出して行ったら、まあ、建物があったんですけども、そこの2階にお年寄りがまあ20人ぐらい取り残されてまして、そうなんですか、はい、その方々をじゃあ救助して全員施設 の、 その職員の方と避難してまして、もう24時間ぐらいは経ったと思うんですよ、地震から。でずっと待っててくれまして、で、まあ、周りもどんどんポツポツ燃え出してるんですけど、まあ、そこだけは燃えてなくて、1階はもう津波で全てやられてましたんで、2階以上に避難されているお年寄りを発見しまして、それの方たちは全員おんぶだに、海沿いで救助しまして、靴も履いてないですから。で、1人足りないということになりまして、じゃあもう1回行ってくるということで、もう1回行ったらもうそこ、結局いらっしゃらなかったんですけど、もう多分津波で流されてしまったか、他に逃げたかちょっとわからないんですけど、とにかく1人足りないということで行ったんですけども、次全員救助してもう1回行った時にはもうあの火で囲まれてて入れないような状況でした。だから間一髪、そうですね、はい、結構火災はじゃあ長く続いてたんですね。火災はもう本当にずっと続いてましたね。で我々もあの水を出す術がないものですから、とりあえず救助最優先で、消火の方は他の部隊に任せてるって感じで。じゃあもう火災、余震、津波の後ということで、あの活動がなかなか難しかったことがあったんじゃないですか。そうですね、あの活動中にかなり余震もありましたんで、そうすると余震があった場合はすぐに高台に避難しろということで、活動を中断して高台に避難して、でこれで大丈夫だよってなったらまた降りてあの活動するっていう、その繰り返しですね。なかなかこう活動が進まないところにはちょっともどかしさもあったんじゃないですか。そうですね、もうあれから7年経ちますけど、あのその活動の中で、はい、川内さんが一番印象に残っていることとか記憶に残っていることはありますか。はい、まず私が思ったのが東北の人たちの心の温かさというか、うん、ですね、はい、私たちが向かっている途中であるサービスエリアに寄ったんですけれども、そこで、まあ、こちらも食料を持って行ってるんですが、なるべく使いたくないということで、まあ、購入しようという形でお店に入ったんですけれども、そこの方が全部もう無料で私たちに差し出してくれました。でもう高速道路一般の車両も入らないからお客さんも来ないし、停電してるから全部腐ってしまうから皆さんどうぞ食べてくださいと、そして一人でも多くの人を助けてくださいと言ってくれたのがすごく温かい。そして先ほども言ったんですけれども、私たちが通るときには必ず頭を下げて手を合わせて頑張ってくれと願っている姿、これに打たれました。あともう一つはですね、震災があったときに何があっても死んではいけないということを思いました。はい、あとまたそうですね、死なせてはいけないですか。
やはり震災でかいことがありましても、日本という国はすごい国で、阪神淡路を見るともう復興してます。地震の跡がもうほとんどないぐらいになってます。東日本の現場でもまだと復興途上ですけれども、日々の生活が戻っております。この中でとにかく死ななければなんとかなるというのが思っております。はい、まあ、一番の救助はそのお年寄りをたくさん救助して、戻ったらもう火に包まれて入れなかったっていうその活動なんですが、一番やっぱり大きく思ったのは地元の人たちの強さというか、そういうところですね。自分たちが被災されてるのに我々が行くと頭を下げてご苦労様ですって言ってくれるんですよ。もう本当に我々は大変ですけど、仕事もあるし、帰れば家もあるし、家族もいるし、寝るところもある、別に大変じゃないんですけど、地元の方たちは本当に家もなくなっちゃって、家族もいなくなっちゃう方もいらっしゃれば、もちろん仕事もなんかも進まないですし、そういう中で我々に感謝の言葉を言ってくれるってすごいなと。私仕事で消防団の方と接する、消防団の担当をやってたこともありましたんで、消防団の方と接する機会が東京ですけど あったんですけど、やっぱり地元でやっぱり中心となって活動しているのは、まあ、地元の消防の方ももちろんですけど、消防団の方、その方たちは本当に苦労されてやってると、本当の常設のプロの消防ではない方がやってますんで、例えば休憩時間だったりとか資機材だったりとか、そういったことをもうままならないまま、自分の地元とか家とか家族とか、そのためだけに やられてるっていうことを、すごい地元の消防団の方には本当に頭が下がる思いでしたね。仙台市に展開していた神奈川県隊の第一陣は3月14日夕方5時まで救援活動を続けます。その2日間の活動でしたけど、はい、その場を離れる時っていうのは心の声のことはなかったんですか？あります。もっと早く到着してできなかったのかとか、もっと長くやりたいとか、はい、そういうのは本当に感じました。はい、相模原隊はそれで戻って、はい、また別の部隊を出たか、そういうことあやっております。救助部隊については3次隊まで派遣しております。私たちが14日に活動を終えまして、そのままあちらを引き上げたんですけれども、うん、その時には次の2次隊が来て引き継ぎしておりますので、はい、15日には2次隊が活動しております。はい、じゃあ相模原の消防の皆さんの被災地での活動というのはずっと続いてたんですね。そうですね、はい、救急部隊については第15次隊までやってましたので、はい、3日ほど活動して、はい、もうすぐ東京消防庁人数が多いですから、はい、すぐ違う部隊が交代の部隊が来ますんで、はい、3日ほど活動して、東京に帰ったという次第ですね。帰る時はまだまだ活動したい。そうですね、それはみんな思いそう思いながら、まあ命令ですから帰るしかないんですけど、そう思いながら帰ったのを覚えてますね。で仲間が来て、じゃあよろしく頼むねと言って帰ってくるんですけれども、後ろ髪引かれる思いで帰ったっていうのは今でも覚えてますね。でヤムさんの舞台というと、そうやっていろんなところで派遣されることが多い舞台ですけど、はい、それからは気仙沼の後はどこにも行かれなかったんですか？で気仙沼の後は当時非常に話題になった福島の原発の方に派遣されまして、その中で活動したっていうのはあります。またそちらはそちらで違いますよね、被災地の中で。そうですね、もう本当に誰もいない街の中を走ってって、突然こうボンと大きな原発の施設が出てきて、そこに入ってってっていう活動でしたので。じゃあトータルで言うと結構長い期間被災地に行かれてたんですね。2011年3月11日から消防隊の活動の終了の6月6日までの88日間、岩手県、宮城県、福島県を除く全国44都道府県の消防隊の総派遣人員数は 28,620 人。これは当時の全国の全消防職員 158,809 人のうち6人に1人が被災地に派遣されたこととなります。これらの消防隊の活動により、
5064人の命が救われました。そして被災地では20人の消防職員、192人の消防団員が命を落としています。日本がこれまで経験したこともなかった大きな地震、その被災地で相模原、町田、相川の消防隊員はどんなことを感じたのでしょうか。とにかく防災訓練に出てほしいというのが強く思っております。先ほども言った通り、家を強化するとかあるんですけれども、実際に起きてしまって被害が起きたときに家族、友人、これを助けるための訓練とかを、防災訓練をやってます。私たちもそこで一生懸命教えます。ですので出てきていただいて、その訓練、取り組みを見てもらう、やってもらって、何かあった時には助けていただきたいと思います。消防署としては地震があった時には人命救助にはまず行けません。一番先にやることは、消防署は消火、火事を消すということをします。ですのでビルが倒壊した、建物が倒れた、人が生き埋めになっている、助けに行くことができないんですね。そこで訓練に出て、その救出方法を学んでもらって、自ら、そして仲間を共助という形でやっていただきたいなと思っております。町田の場合は津波の心配はまあないと思うんですけれども、地震ですとか、普段の火災もそうですよね。 何よりも大事なのは日頃備えるっていうこと、気をつけるということですね。でもし何かあったら逃げると、避難するというところ、その避難も安全なルート、安全な場所へ避難するっていうことが大事ですので、やっぱり普段からどこが危ないのか、何が危ないのかっていうことを頭に入れておく、家族でみんなで共有しておくっていうことが大事じゃないかなと思います。あとは物を備えておく、水、食料ですね、そういうのを備えておくっていうことが大事だと思います。2011年3月11日、あの日から今日で7年。今もなお全国から被災地へ、被災地を元気づける活動をしている人々がいます。全国各地で被災地を支援する活動があります。2011年3月11日のあの日、日本中で叫ばれた絆という言葉、今もなおその絆は日本中に残っています。僕らは3月11日を忘れない。そして東北の人々の、被災地の皆さんの力になることを忘れない。